トイックスピーキングで今こうあんまり前面に出てこなくなっちゃったんですけども、かつてはこのレベル分けがあって、レベル6というのが130から150、レベル7というのが160から180だったんですよね。まあ今でもこのスコアが出た時にね、このスコアの人はおおむねこのような特徴がありますという風に出てくる時に、レベル分けのこの名残というのはね、あるんですけども、残ってるんですけども、じゃあこの130から150ぐらいのここのレンジの人っていうのが、そのもう一個上、160から170に行くためには何が必要なのかというのを考えてみます。 秋元です。冒頭で言いましたけれども、かつてあったこのレベル分けで、レベル6っていうのが130から150、レベル7っていうのが160から180。で、今はこれセファールだと B1 が今度は120から150、B2 が160から170とされてるんですよね。で、いずれにしても、このセファールの B1、B2 にしても、レベルのレベル6から7にしても、150と160のこの間に境界線が引っ張ってあるんですよね。で、ここの、あの、こちらからこちら、1個上のレベルに行くにはどういうところが、えー、必要なのか。またはレベル6の人とレベル7の 人でで英語にどどんんな差があるかといいうのを考えてみたいんですけれども、まあ、これはもう僕の経験と、えー、僕がこう英語を教えている人の中で、こうトイックスピーキングを受けたことがある人とか、またこう僕が見えている範囲のね、このいろんなこのスコアのレンジの人のという、この N イコール。 結構数少ないところの観測ですけれども、ええー、まあちょっと話をしています。それで公式が出しているこのこれぐらいのスコアレンジの人はこんな特徴、こっちのスコアレンジの人はこんな特徴っていうね、あの、いくつかあるんですけれども、で、その中で、あ、これがきっと結構顕著だなと思うのはやっぱり文法なんですよね。で、この130から150の人のところには文法に誤りがあると書いてあるんです。で、160から180の人のところには複雑な文法構造を使うときにいくつかの誤りが見られると。 書いてあるんですね。まあ、どっちにしても文法に誤りがある。で、具体的にどこがどう違うのかなというふうにも、こう、思うところなんですけれども、ただ、まあうん、まあ、確かにそうだなと感じるんですよ。じゃどういうことかというと、この130から150のレンジの人の特徴として、あの、どうもこの、文法事項の理解に抜けがあって、こう、英文を感覚で作ってるような、なんかそういうふうに見えることが結構あるんですね。 で、ね、ですから、その、文法事項の理解に抜けがあったりとか、その、品詞の感覚っていうのがちょっとあんまりこう、養われていなかったりするので、何かこの、新しい表現を、これを言うにはこういうふうに言えば言えますよ。あ,あそうか、それで言えるんだ、と思っても、それをもとに自分のバリエーションを作って、こっちのことを言おうと思った時に、自分なりの感覚がそこに入っちゃうんで、その、正しくその、単語を変化させて入れ替えるということができなくて、結果的にこの間違えた英文を作ってしまうという、そういうことがこう、起こりがちだなと。 というふうに感じます。本当はね、この自分で作った絵文の構造っていうのは自分で説明できるべきですよね。この動詞はこういう使い方をしてるんで、ここに名詞があって、この次にこういう品種のものがありますとかね。あの、こういう文構造を全体に使って、で、自分のこういうことを言いたかったのを落とし込んでるんで、だからこの形なんですというふうに説明できるべきであって、それがその、なんか感覚で並べてしまうと、こんな順で単語をこう並べたらこんな意味になるんじゃないかなと思ったんですけど、ぐらいのちょっとふんわりしたこの解説になってしまう。 ですね自分の英文を説明するときですら。もちろんすべてをこの SVOC でとかね、あの、大何文型でとか説明できる必要もそこまではないかなと思うんですよ。その、トイックのそのスピーキングのスコアを取るにおいてですよ。ね使い方で覚えてしまったらそっちので使えるっていうのもありますよね。例えば、ヘルプ、助けるという動詞がありますけれども、あれの使い方としてヘルプ、人、ウィズものだよなと、もう使い方として覚えていけば、覚えておけば、He helped me with the project とか言えるわけですよ。 でも、それを、その、ウィズを抜かしてしまってね。He helped me the project. とか言ってしまうのは、これはもう間違いなわけですよ。で、なんでそう書いたんですかとか聞くと、あの、ギブでそういうのを見たことがあります。とかね。あの、he gave me this book. みたいな。それ、give は、give 人物の並びってありますけれども、第四文型で。でも、ヘルプそれは使えないので。でもなんか、英語って単語そういう風うに並べられると思ったんで、とか、そういうその、 ふんわりとした理解だとやっぱり間違えてしまうので、そういうのがその、まだ要所要所で、まあヘルプではね、間違いない人でもその似たようなその感覚で並べてしまうような間違いっていうのを起こしやすいっていうのがこの130から150の間の人っていうのは結構あるなっていう印象があります。で、他のミスの例としては、ちょっとこう複雑なことを言おうとした時に、あの、またこういう順で並べたらいけるんじゃないかなとか、一生懸命言ってるうちに自分がその、 まだ主語しか言ってないですよ。とか、もうそれで文はもう完成しちゃってるんで、それ以上動詞足せませんよ。とかね。そこがこう、一生懸命ゆえに、そこがおろそかになっちゃうっていう,うん。例えばどんなことかっていうと、あの、私が昨日買った本がインテレス的に興味深いんですよっていう時に、Yesterday I bought a book. で、ここを言う時にもう、Yesterday って言っといて、I バイの過去形なんだっけなバイボートボート、ああ、ボだね。ボート。バイは目的を直接つけられるんだったら、o ボーク。っていうぐらいのなんかこういう思考の流れでね、置いてい、文を紡いでいくと、で、そこでもう慌てちゃってて、その次に、A、book ークイズインテ e スティングがあったりすると、そのまま、イ n インテ e スティングとか言っちゃうと結果としてこの文が出来上がっちゃう。間違えてるんですよ。で、これ、ね、書いたりとかすれば、こういう間違いをしない人っていうのはそれなりに、まあ、 いると思うんですよ。でも、まだ一個一個のその英文をアウトプットする負荷が自分にとって高かったりすると、その、ポイントポイントにガッて集中しちゃうので、そうすると今まで自分が言ったことっていうのが、その、文全体におけるどういう役割のところまでを言ったのかっていう意識がこう、気迫になってしまうので、それでその、イエスタでアイ a y ー b o ケー h イン b o ル k it's i みたいなことっていうのを言ってしまいがちになりますよね。まあ、複雑っていうのは他にどういうことを複雑というかっていうと、まあよく言うのが、その、動詞、動作っぽいものがこう、一文の中に二つ出て てくるとやっぱり構造って複雑になっていきますよね。あの彼はメガネをかけていますだけだったらそんなに間違える人はいないと思うんですよ。でもこれが彼は私があげたメガネをかけていますだと彼はメガネをかけていますと私があげたっていうこういう2つの動作が一部の中にあるんで、そうするとちょっとあの構造が複雑にならざるを得ないので、そうするとこうミスがねあの生まれてくると。 ねえ、例えば、昨日買った本は、私が英語のスピーキング力を改善するのを助けてくれます。っていうのを言いたくなったと。ねえ、まあ、もちろん一つの方法としては、こう、何か言いたいというね、この情報がこうあるとして、それを小分けにして刻んでいくと、一個一個はその難しくない英文で言えるわけですよ。でも、これをその、 浮かんでしまったものをもう一回これどう分けようかなっていうのはその分け方のそのセンスというかとっさの判断。あの変な分け方すると余計あの深みにはまっていくのでどういうふうに分けるとあのなく言えるかっていう。まあそれはあのちょっと別のビデオをかつて作っているので興味ある方はそっちを見てもらえればと思いますけれども。えー、まあこれだけで言うと例えば、えー、I bought a book yesterday.It is very helpful.I can improve my English speaking skills. で、まあ言えるわけですよね。今のは3つに刻んだことになりますけれども。でも、まあ、やっぱり一気にパンと浮かんでしまったものは、やっぱりこう、一回で言いたくなっちゃいますよね。で、どんなミスが起こりがちかっていうと、例えばこんなので、I bought a book yesterday helps me i m p r o v i n g my English speaking skills. あの、これはあの、実際に僕が見たやつをちょっとこうね、変,変化させて、えー、の文なんですけれども、こういうのが、あの、起こりがちと。で、これも、だからもう、I bought a book yesterday で、もう、英文としては成立してるんですよね。でも、ここにだけ一生懸命になっちゃうと、もう自分がこの英文を完結させてるということに気がつかないであの、ブックが助けてくれるんだから、ブック helps me って、もう一回 helps っていう動詞を入れてしまうと。で、その後ろに、me, improving っていうのは、その、 ま、現在文のね。っていう、あ、現在文章、ING を使うと名詞を後ろから修飾できるんだった、みたいな。例えば、I know a boy dancing on the stage みたいのはいいんですよ。あの、私は、 あの、ステージの上でダンスしてる少年知ってますよ。それはあの、a boy dancing on the stage って言えるんですけれども、それのね、あの、と同じつもりで、あ、だから、me で improving でいけるんだとか思っちゃうと、これはそうじゃないですよね。だからそういうふうにその、なんかその、前見た知識を自分なりには応用してるつもりなんだけれども、そこで文法事項をしっかり理解していないがために起こるミスっていう。これがその、レンジね、レベル6、130、150の方々に、えー、起こりやすいミスかなというふうに、 あの、感じますね。まあ、一応、あの、じゃあ、それをどういうふうに言うべきかというと、まあ、文脈があった方が言いやすいので、えー、本を今週は3冊買ったんですよというような流れの中で言うとしたら、that book I bought yesterday helps me improve my English speaking skills ですよね。だって言ったら言えますと。まあ、help, 人 do ですから。ま,あ、または help, 人 to do ですね。まあ、もしね、皆さんが今、その、それまではそんな、あ、文法そこまであの、 まあめんどくさいですよね。やっぱり文法とかね。でも、ということで、その、あんまり文法をね、ちゃんとやってこなかった。きっと穴もあるに違いない。品種もそんなに気にしたことなかったな。でも感覚でここまで来られたけど、ちょっとスコアが伸び悩んでる。っていうような人は、結局その、うん、感覚で来られるところの、もうそろそろ限界に達してしまってるということだと思います。だからそっから、 もう一回ジャンプするためには、もうこれは覚悟を決めて文法をやって品種のことも意識する方が近道です。で、まあどれぐらい文法をやったらいいのかっていうと、まあ中学校文法ぐらいでいいと思いますね。できればまあそれプラス家庭法。 まあこれは、今の話っていうのは全部その130、150から160、180に行くにはという話ですよ。まあ実際会話とかになったら大体でも家庭法ってどうしても必要になってきて、一日生活してれば、こう、あ今雨降ってんだけど、雨降ってなければ外出かけるのにとかね、あの、学生時代にもうちょっと英単語を 本気でおも覚えておけば今苦労することなかったのになとか、この辺って全部家庭法なんで、やっぱり生活してれば、一、二回はね、ふと口をついて出たものが家庭法のことっていうのはあるので、あの、必要なんですけども、その、トーイ s クスピーキングのスコアということに考えるのであれば、家庭法は使わないということで、回答を構成すればいいので、まあ、ミニマムはその中学生文法でいけると思います。で、できれば、できれば家庭法もっていう、そんな感じですね。まあ今日はそんなところで。